今日、ご紹介しますのはこちらのタッチペンになります。なんかかっこいい。これどういうペンなのかっていうと、うん、まあ、使うときはこういう状態なんですけど、ほうほう、まあ、長いタッチペンが好きな人っていますよね、うん、でそういう方はこれをぐるーん、すごい。でこの幅が持っていくとニュニュニュッ、ニュニュニュッと開いて太くなるの。そう、太くなる。すごい。こんな感じで、すごい。なんか形が変わってる。そう、すげえ。長さも変わるし太さも変わるっていう、うん、面白い変形をするタッチペンです、うん、すごいね。柔らかい感触で、ほうほう、スルスルかけてる。うん、ぐるぐるぐる、スムーズや、ね、いいよね、うんうん、はい。でもう一つこのタッチペンには魅力がありまして、それが何かっていうと、こういった付属品がついてるんですね。おお、思ったら、まず一つ目、こっち側のドックコネクターに刺すんですね。ガシャーンと、よいしょ、こんな感じでつけます。おで、つけると、うん、タッチペンがピタッ、うん、いやすごい、いいでしょ。え、これ挟まってるの？うん、磁石。はあ、なるほど。で、うん、もう一つの、うん、ラララララ、こちらを使います。 iPad にベタッとすれば、うん、ベタッと、あ、なるほど、スタンプがついちゃった、よいしょ、ベタッとすごいつく感じなんですね。でこれ嬉しいのが、今カバー何もつけてないですけど、うん、あのブック型のカバーとか、うん、分厚めのカバー、いろんなケース、どんなケースであっても、うん、このくっつけるとこから、うん、磁石までの距離が結構あるので、うん、分厚めのケースであっても、うん、こう例えば端っこの方につければ、うん、十分この幅があるので、うん、ペンをつけることができる。なるほど。はい、こんな感じで便利なグッズがいろいろついたタッチペン、うん、気になった方はレビューをチェックしてみてください。はーい。